リンツ市中心部のハウトプラッツに停車中の新型停車車シュブルガー付近を走行中の1954年製フォーティーン、オープンカーツーペストリングベルク鉄道はオーストリアリンツ市内を走る狂気の電化鉄道である。この鉄道は市中心部と町の北側の丘の頂上にあるポスリングバーグを結ぶ。1898年に 市電の終点近くにあるアーファルからポスリングバーグまで、期間1000 m、mm、m で開業し、2009年に1000 m、mm、m から900 m、mm、m に改めきして、市電の路線に乗り入れるようになった。改めきにあたって、2008年3月から2009年5月まで休止した。この鉄道は11.6%の勾配があり、世界でも有数の休憩者の鉄道である。 タルステーションミュールクライス線との平面交差。左奥に博物館が見える1898年に開通した際、起点のタルステーションはミュールクライス線の南側にあり、ミュールクライス線との平面交差が存在した。この平面交差には技術的な問題があったため、1899年にタルステーションはミュールクライス線の北側に移転し、平面交差を解消した。 この時に現存する、木金レンガ作りのタルステーションの駅舎が作られた。改め機と試練への乗り入れの際に、再び平面交差が設けられ、タルステーションの駅舎は使われなくなり、博物館として使われるようになった。フューラー・アウフレア・ポスリングバーグ・バーン・ウント・ディ・ヒリンツ、カタログ自体をスター・ライキシー・ナショナル・ビブリオテック、大・ポスリングバーグ・バーン。 スタイルストアドヘションズバーンユーロパスカタログジタルオースターライキシーナショナルビブリオテックありがとうございます